どうもロシングルです。ラビナスデビル続きからやっていきましょう。さあさあさあ、なんかこのお店の評判マックスになったんですけど、どうなりますかね。いよいよ最終回なのかな。でお金がもうアップグレード余りすぎてるので、なんか着替えちゃおうかな。服とか着替えちゃおうかしら。どれがいいかな。結構高い。今93しかないからな、あんま無茶はできないな。晴れ着にしよっか。おしゃれ。シュイン、シャキン。からの、ヒルダはどれに着替えようかな。アンデッドの花嫁、かわいい。マジか。あ、でもこの赤いのもいいね。血まみれの女主人。これにしよう。で、台所の壁もできんの？あ、すげえ。あ、安い。5か。じゃあこれにしようかな。オレンジ色のレンガ。床もできる。うわ、これは楽しい。もっと早くやりたかったけど、お金がなかったからできなかったね。パブもいじれんの？パブどれいいかな。ちょっとウッディーライクにしますか。あと2個は触れるか。どうしようかな。面白っ。これがいいかな。あと1個、仕立て屋の壁か。綺麗な壁がいいな。綺麗かつなんかゴシックな雰囲気が欲しいけど。あ、フロアか。フロア先かな、壁よりも。これかな。はい、お金なくなりました。おお、雰囲気全然違う。これならみんな満足してくれるんじゃないか。これ血じゃないよね。だよね、なんか血に見えちゃうな、どうしても。わー、雰囲気変わる。相当変わるね。いや、これは楽しい。はい、ではというわけでお店をオープン。さあ来てくれ来てくれ。大改装、明日には閉めるというのにね。ここの店畳んでね、いなくなる予定なんだよね、 J を殺して。最終的にはあれ全然来ないぞ。大丈夫か。あ、来た来た来た。ちなみにテイクアウトはほぼネズミで構成されております。もうね、あの素材が、肉が足りなすぎて、もうひき肉作れないんですよ。死体が来なすぎて困っちゃうよね。死体、あ、死体だ。よかった。オッケー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 、素晴らしい。おっと、店内飲食来ちゃったね。早速、店内飲食はステーキじゃがいも。ちょ、ネズミいらないんだな。さあ、死体は抱えて、ステーキじゃがいも、さっさと提供しちゃいましょう。おっと、テイクアウトが、よいしょ、ネズミを焼いて、持ってネズミ焼きましょう。入れたあたりでステーキポテトが焼き上がるので提供。 OK。 さあ、服は縫っておきましょうか。高級仕立て屋さんのようですね。猫撫でとこう。で、暇を見つけてちょっとひき肉をね。ひき肉、ひき肉、ひき肉。服やば、ない。もう服ないよ。はいはい。おっと、仕立て屋か。仕立てをされに来たのか、はたまた肉になりに来たのか、どっちなのか、それは誰にもわからない。ネズミを提供しますか、とりあえず。ひき肉、ああ、よかった。ひき肉トマト、ミートボール。いや、本当にね、材料不足甚だしいよね。たった今引いて本当に良かった。店内飲食そんな多くない、ありがてえ。これなら間に合いそうだね。しまった、服を提供するべきだったか。さあ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 、提供しちゃおっか。まずは、あいい、あいい、はい、ちょっと待っててね。
そんなイライラしないの。いいえ。ウィンナー小麦粉か。はい。じゃあ服塗ってる間にまたやっちゃおっかな。やっちゃおっかな。ウィンナー小麦粉でしょ。お、ネズミ持ってきてくれてる。ニャンニャン。なんていい子だ、お前は。本当に可愛いね。さあ、そしてネズミを拾ってる暇はなさそうだね。はい、提供。テイクアウト、あと4つ。暇を見てネズミをね、焼いておきましょう。間に合うとは思うんですけどね。はい、さあ注文は何でしょうか。ステーキ、じゃがいも、玉ねぎ。いいね、ステーキ。あ、間違えた。服作っておこう。はい。ステーキ、玉ねぎ、じゃがいも。はい、服もやっといて。はいはいはい。じゃがいも。材料は足りてる。なんとかなりそう。ウィンナー卵が注文入りましたね。美味しいよね。朝食べたよね。人肉でさえなければ。卵ウィンナーね。ウィンナーウィンナー。はい。さあ、できたね。はい。服作っといて。よいしょ。血はないよね。大丈夫なようです。さあ、これを焼いちゃいましょう。ウィンナートマト玉ねぎが注文入ったのか？ウィンナートマト玉ねぎね。余裕だな。やべえな、ウィンナーゼロになっちゃった。トマト玉ねぎ。はいはい。大丈夫、大丈夫。おっと。焼けました。お待たせ。ウィンナー卵だよ。朝食にぴったりだ。遅い朝食かな、この人たち。おいしいよ。おいしいよ。さて、服を提供。あれ？最後のお客さんだからもう服は焦んなくてよくなっちゃった。さあ、これを提供して、ジンも提供したおかげで、ストレスもなくなってくれた。素晴らしいね。できる子だよ、あなた。さあ、これにて完了。テイクアウトは、思ったより残ったね。よかった、よかった。さあ、ひき肉は2だけど、どっちに使うべきか迷うね。じゃあ、服作っとくか。暇なんでね。うん、材料は結構余裕あるな。単純に死体が不足してるって感じですね。どっちかな？ひき肉か。ステーキか。ステーキの方時間かかるからな。ステーキにも合わせておこう。店内食食べてますね。じゃあ服提供して。オッケー、完璧な配分。このお客さんが帰ったら終わりかな。帰りましたね。終了かな。はい。おっと、ストーリーが始まった。なんだなんだ、どうした、パーシー。ヒルドレッド、パーシバルってば。びっくりしちゃったわ。おしゃれ、すごいお似合いな2人。トランプみたいだよね。女王とキングみたいな。お客さんだと思った。ここに来るお客さんは生きてないぞ。確かにその通りね。どうしてここに。準備が整った。あら、やっとね。イボンヌとは問題なかった。態度が傲慢だった。この街じゃみんなそうじゃないの。せめて楽しめてよかったじゃない。そうだね、なんかイライラしたのをハサミにぶつけられたよね。今回はやりすぎたかもしれない。イボンヌは人が自分を探しに来ると言っていた。危ないぞ。問題ないわ。前回みたいにここを出て
いなくなって最初からやり直せばいい。お金使い切っちったよ、内装に。もったいないことしたな。一緒にいる限り誰にも止められないわ。そうだダーリン、誰も俺たちを止めることはできない。あとは晩餐会の準備をしないといけない。彼が来なかったらどうする？あいつはきっと来る。だがこのストーリーの結末はわからない。え、怖いね。どうなるんだろう。報酬を奪って殺せばいいわ。本当にパーシーと息ぴったりだね。でもなぜだ？どうしてミスタージはここに来たがるんだ？あいつはバカじゃない。きっと何があっても俺たちを殺そうとすることを俺たちが殺そうとすることを知っているはずだ。でも報酬をもらわないと殺せない。その報酬は一体何なのか。他に人を連れてくると思う？わからない。あんな静止に乗車が他人といて楽しむとは思えないが、どういうことだ。だが俺自身は異常じゃないから字が違ってんのか。精神に異常か。何とも言えない。それと武器を持っていたら。武器か。私は怖くないわ。どの道殺すわ。たまにはこういう問題を考えるのはやめて。たまにはこういう考えを裏何なの。バグりすぎだよ。後半きっとうまくいくから。そうでしょ。てんてんてん。二人で切り抜けるんだ。夫婦愛、素晴らしい夫婦愛だ。いつものように。さあ行こう。晩餐会の準備だ。死体を下に持ってこないといけない。どうなる。ジェイとは一体。二人でこの量は大変だね。特にこいつ。こんなことがあった後は本当に旅行時でも行きたいわね。いいね、旅行。どこへ行きたい？町から離れていて落ち着いて楽しめる場所がいいかな。ここでいっぱい稼いだんだ。どこへでも行ける。海沿いとか。リンジをサメの餌にするか。あははは、こっちへ来て。エリオットを運ぶのを手伝ってくれ。ギルバートをどうやってキッチンに運び込もう。バラバラにするんだ。もっといい案があるのかと思った。ここが汚れちゃうじゃんね。愛しい人よ。私が料理をしている間にここのテーブルを準備して。ここか。ここが会場になるのか。ミスター・ジェイを殺すにはここが一番よ。そうだな。愛しい人、笑って。明日のこの時間にはもうここで働いていないのよ。もっといいところに行くんだ。うわぁ、ミスター J 来た。偉そう。ほうほうほう。 J は一体誰なの。初めて見る顔だね。これ目ん玉か。ラローシュ夫人は骨と皮ばかりだからスープにしちゃった。エリオットは臭かったけどうまくやった。まあ体は悪そうだったよね。カラメライズ、デザート、よかった。ミスター J 腹ペコか。 J、 The reward he offered us for our hard work? Just more bother. お、ハサミよ。 He requests that we becomeうんうん、守られる代わりに専属シェフ雇えってくれんの。なるほど。おいおいおい。遊び、貴族の遊び。うおー、やっちまうのか。気をつけて。やったのか。やれたのか。ああ、すげえ血の海。ああ、終わった。エンディングっぽい。うわあ、古めかしいホラーのエンディングのようだ。これは成功したと言えるのかな。どっちかな。相打ちじゃないよね。まだ何とも言えないよね、このままじゃ。いやー、どうなる。これ本当のエンディングかな。この後続く気がするんだが。
ラビナスデビルをプレイしていただきありがとうございました。最後のチェックポイントから続けると全てをアンロックできます。まだ使えて殺すお客さんがいます。え？どういうこと？最後のチェックポイント？ん？ロック解除。あー、実績か。なるほど。はい。あ、なるほどね。ちょっと時間が巻き戻りましたね。はい、というわけでついに終了しました。ラビナスデビル楽しかった。いやー、こんなわちゃわちゃねお忙しとは思いませんでしたよ。楽しかったな、経営シミュレーター。いやー、マジでね、あのスウィニーと同時で行くね、素晴らしいゲームでございました。楽しかったです。本当に人肉調理店がこんな楽しいとは思わなかったね。はい、というわけで面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もね、こういった残虐楽しいシミュレーターでお会いしましょう。アリベデルチ。